で、保証金額の上限も特にないです。え、ないんですか？はい。じゃあ結構高額でも大丈夫ってことなんですかね？そうですね。ゆるき田中です。DS チャンネルで勉強中のハチです。メルカリについてちょっと話していきたいなと思うんですけれども。はい。はい、メルカリね、使いますよと言っても、やっぱりあの子供用品を売り買いするのにすごい使ってるんですけど、なんでしょう、メルカリって利用者が多いだけじゃなくて、いろいろな配送方法、例えば匿名配送とかあるじゃないですか、なのでやっぱり売ったり買ったりしやすいんですよね、なのでとってもよく使ってます。おっしゃる通り、いろんな、まあ、それこそ、ね、全国的にユーザーの方いらっしゃいますんで、はい、うん、やっぱりその神経質な方であったりだとか、それだけの商品数やり取りされてるので、うん、メルカリ上では。はい、やっぱり時にはその配送中に商品が壊れてしまう、うん、割れてしまうとか。そうですね、送る方法はね、壊れてたやつは送らないと思うんですけど、その配送途中に壊れちゃったらちょっとどうしようもないんですよね。責任のお誰が取るのみたいな感じで揉めそうですよね。で、返金返品しろってなったとしても、ね、はい、帰ってくるのは壊れているとか、濡れちゃってる商品が自分の元に帰ってきていや、こっちもちょっと嫌ですよね。もう使えないし、これでお金にもなんないなら なんじゃねえってなっちゃいますよね。なので、まあ、ちょっとそれを回避する方法っていうのを、うん、今日ぜひ皆さんにもお伝えできればなと思いますので、そしたらですね、あの本日はメルカリで配送トラブルがあった時の保証についてお話ししていければと思います。はい、よろしくお願いします。ではですね、あの本日お話ししていくポイントが4つございます。4つ。まず1つ目がですね、メルカリで配送トラブルが起こってしまった時に、まあ、どういった保証があるのかについて話します、はいはい、で2つ目がですね、その保証が使える配送方法ってどれなのっていうのをお伝えします。いろいろあるんですね、はい、で3つ目が保証はついているんだけれども対象にならないケース、4つ目が保証を受けるために、うん、その商品を梱包するときにちょっと気をつけなきゃいけないことについてお話ししていきます。1つ目のですね、メルカリのその保証についてちょっと詳しく説明していきます。メルカリはですね、やっぱりフリマアプリなので商品発送するときの梱包とか、うん、配送の手続きとかはまあ自分でやんなきゃいけないんですけど、そうですね、はい、商品が壊れたりとか、うん、汚れちゃったりしないように、壊れそうな割れ物とかだったら緩衝材膜とか、あのプチプチとかですよね。あ、そうですね、プチプチとか、はい、あとはまあ紙入れたりとか新聞紙を入れたりとか、うん、動かないようにね、うんうん、はい、皆さんやってらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、やってます、やってます。それをした上で宛名をしっかり書いて郵便ポストに入れたりだとか、うん、まあ、大和さんとか佐川さんに商品渡したりとかしても、うんうんうん、そのやっぱりどうしても配送トラブルっていうのは絶対に起こらないっていうわけじゃないんですよね、うん、まあそうですね、何が起こるか分かんないですもんね、はい、まあ、メルカリで利用できる配送方法の中にはですね、配送トラブルに対して保証がついているものがあります。何かあった時にメルカリ側で保証してくれるってことですか？そうですね、2つ目のポイントですね。もう2つ目、はい、はい、メルカリで使える保証について、はい、配送方法をちょっと説明していきます、うん、でメルカリで使える保証付きの配送方法はですね、大きく分けると楽々メルカリ便、あ、ありますね、はいはいはい、で悠々メルカリ便、うんうんうん、大型楽々メルカリ便、おお、はい、でメルカリ便以外の発送方法の4つになりますでまず楽々メルカリ便の保証についてなんですけれども、楽々メルカリ便にはですね、ネコポス、宅配便コンパクト、宅配便の3種類があるんですけれども、はい、これらすべてに万が一の時の保証がついてます。トラブルが発生してしまったとしても、うん、メルカリがサポートしてくれますし、商品代金だったり送料を補填してくれるの で保証金額の上限も特にないです。え、ないんですか？はい、じゃ結構高額でも大丈夫ってことなんですかね。そうですね、でただまあ宅配便で送れるサイズとかって結構限界があったりするので、そこについてはまあ注意が必要ですね。次にですね、悠々メルカリ便の保証についてなんですけれども、うん、はい、悠々、はい、メルカリ便には、U パケットと U パックがあるんですけれども、うんうん、こちらもですね、楽々メルカリ便と同じく保証がついてます。おー、なのでこちらも同じようにその商品代金だったりとか送料っていうのを保証してくれる。こちらもあれなんですか、上限ないんですか、保証額？そうですね、まあ、例えばその宝石のついたネックレスとか、はい、あの高価な指輪とかを送るときには、あの U パケットがおすすめですね。おー、U パケット、それはなんでですか？まあ、ちっちゃいものを送るんだったら、その U パケットの方が送料が安かったりするので、あ、なるほど、はい、はい、ここがおすすめって感じになります。ちっちゃいものを送るのでも、きちんと保証がつくってことなんですね。そうです。ありがたい。3つ目が、大型楽々メルカリ便。これ、私使ったことありますよ。あ、本当ですか？はい。何で使いました？
引っ越しをしたんですけど、引っ越しするときに使ってたソファーがいらなくなってしまったので、メルカリで売ったんですよ。大型なので当然大型楽々メルカリ便を利用したんですけど、自分で梱包しなくていいんですよね、あれって。やはり創業者の方が来てくれて綺麗に梱包して持ってってくれたので本当に楽だった。やっぱりその大型の家具とか、うん、家電であったりだとか、そういった大きな荷物を送るときに便利な配送方法になってまして、こちらの配送方法にもちゃんと保証がつきます。おー、ありがたい。特にやっぱり大型だと値段もその分高いこと多いですからね。はい、なので、まあ、こちらの方も例えばその高級家具も安心して送れるサービスにはなってますね。すごい嬉しい。4つ目がですね、メルカリ便以外の保証付きの配送方法について。もちろんメルカリではメルカリ便以外の配送方法も選択できるじゃないですか。あ、そうですね、普通郵便だったり佐川、はい、大和さん選べますよね。なので、まあ、メルカリ以外の発送方法って言ってしまうとかなり幅広くなってしまうんですけれども、うん、はい、まあ、その中でもよく使われる保証付き の発送方法についてちょっとご紹介できればなと、はい、まあ、まずは郵便局で使える保証付きの発送方法なんですけれども、うん、はい、郵便局の場合ゆうパックと、うん、まあ、簡易書き留めとか書き留めですね、うん、ありますね。これらであれば保証がついてるんですが、うん、結構金額に上限があってですね。おー、いくらなんですか。はい、ゆうパックだとセキュリティサービスがあるなしで変わってくるんですけど、うん、セキュリティサービス、はい、なしなら30万円、ありなら50万円。セキュリティサービスっていうのが、うん、まあ、追加オプションみたいな形になっていて、はい、その、まあ、上限金額を引き上げるために、うん、その380円加算料金追加すれば50万円まで保証が受けられると。もう一つの簡易書き留めとか書き留めについては10万円まで保証してくれるみたいです。次がですね、黒猫ヤマトで使える保証付きの発送方法についてなんですけれども、こちら結構種類が多くてですね、猫ポス、宅配便コンパクト、宅配便、あとヤマト便。猫ポスだったら税込み3000円まで。ちょっとまあ少額なんですね。はい、うん、で宅配便コンパクトだと税込みで3万円まで。で宅配便なら30万円。おお、いきなり上がりました。ヤマト便だと5万円からですね。から。はい、でも上限はないようなものってことなんですかね。そうですね、上限は引き上げられるんですけど。うん、ああ、なるほど、はい。ちょっとここが複雑でして、はい、30万円を超えるような商品を送りたいなっていう時やっぱりあると思うんですけど、うん、 はい、そういった時に使うのがヤマト便なんですけど、任意保険に加入して30万円以上の保証が受けられるようにできる発送方法なんですね。で加入料っていうのがまあ最低50円からで、その後はその10円を支払うごとに1万円の保証を受けられるっていう形になるので、すごいじゃないですか。めちゃめちゃお得な保険料じゃないですか、はい、それ。まあ最低加入料の50円だと5万円まで保証してくれるし、うんうん、500円その、うん、そうですね、計算したら、はい、加入料払えば50万円の保証が受けられるようになる、うん、次は、まあ、メインどころで言うとあとは佐川もですね、飛脚便、ね、うんうん、はい、これは30万円まで保証が受けられる、うん、30万円以上の商品を送りたいなと思った時には、うん、運送保険っていうサービス用意してるみたいなので、こちらも保険があるんですね、はい、うん、こちらもその保険料っていうのを追加で支払うことで、うんうん、保険金額っていうのをさらに引き上げること。ここに関してはヤマト便と同じように加入料10円につき1万円保証なので、はいはい、すごい良心的だね、それは。かけない手はない、はい、なので、まあ、こちらも同じように最低50円から加入ができるものになってます、うん、3つ目のですね、保証付きの配送方法でも対象にならないケースについてお話できればと思います。これは落とし穴、本当よく知らないと危ないですね、はい、はい、まあ、ここまででそのトラブルが起こった時に保証してくれる配送方法についてお話ししてきたんですけど、はい、まあ、保証付きの配送方法を選んだからといっても必ずその保証が受けられるっていうわけではやっぱりないですね、はい、例えばその配送中の破損、うん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 、もし購入をした人から送られてきた時計の箱が潰れてて使えなくなっている、うん、はいはいはい、というようなメッセージが来たとして、この場合は配送中に他の荷物とぶつかっちゃったから、うんうんうん、その結果商品が破損してしまった、あとはドライバーさんがその箱を落としちゃったとか、はいはい、ありえますよね、うん、はい、そういったものが原因と考えられるので、うんうん、このケースは保証をしてもらえる可能性が高い。そうですね、はいはい、ですけれども出品者側が、うん、時計をですね緩衝材に包まなかったとか、あ、適当な梱包だったりとかすると、はい、ってことですよね、うん、例えばまあそのまんま、まあ、プチプチくるめなかったとかですね、うん、はい、こういった場合はその送った側の梱包の不備とみなされてしまうケースがあって、うん、こういった場合に
は、保証を受けられないケースっていうのが発生します。なるほど。まあ、配送には特に問題がなかった。それはあくまで出品者側の梱包に問題があるんだ。なんてことになってしまうと、まあ、保証が受けられなくなってしまうので、まあ、ここからがその4つ目のポイントになるんですけれども、保証を受けるには、商品が壊れないように丁寧に梱包することが大切。大事、大事、大事。なんですけど、まあ、やっぱり商品を袋とかに入れずに、そのまま段ボールとか封筒に入れるのはやっぱり NG ですね。最低でもビニール袋に入れてから、段ボールだったりとか封筒に入れるっていうのが基本ですね。傷がつかないように、梱包するポイントっていうのがいくつかあるので、ちょっとじゃあ一覧で出しちゃいますね。はい、こちらです。配送事故を防ぐための梱包のポイント、これが一覧になるんですけれども、はい、やっぱり先ほどの、まあ、基本である外箱を外袋に入れる前に、ビニール袋や紙袋に入れるっていうことが一番大事になるかなと思うんですけど、あとはその段ボールに隙間ができちゃってる時に、その隙間に新聞紙とか、緩衝材っていうのを埋め込んでいく。あとは壊れやすいもの、割れ物とか、はい、精密機器みたいなものはクッション付きの封筒とか、あ、今100円均一とかで売ってますよね。売ってますね、はい、あとはプチプチありますね、はい、でくるんであげる。封筒の中に本とか雑誌を入れる時には、中身が動かないようにその封筒のサイズを調整しておく。あー、なるほどね。ちょっとぴったりめに自分で作り直すみたいなってことですね。古、はい、本だとかそういった雑誌とか、紙でできているような商品っていうのは、まあ、ビニール袋に入れた上で水漏れの防止しとく、はい、ただ入れるだけじゃなくてその口のところをちゃんと止めとくっていうのはことが大事ですね。まあ、今お話しした一覧は今後発送するときにぜひ活用してみてください、はい、ぜひ見てみてください。要チェックです、はいということで、本日はですね、メルカリで配送した時の保証についてご説明させていただきました。はい、このチャンネルでは引き続きリユースに関する情報をお届けしてまいりますので、この動画が参考になったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。またねー。売り時では買取のご支援をさせていただいております。実績として月に50万円の利益が増えた、また月に400件の買取が増えたなど、たくさん嬉しいお声をいただいております。ぜひ買取を強化したいという方は下の概要欄からお問い合わせください。